write this today. Words are hard to flow, but you ought to know. こんにちは。本田琴です。はい、本田琴です。この前も来た、ハスの里キャンプ場に来ております。ここは、前回と同様にワイルドテントサイト。ワイルドサイトテント。ワイルドサイト？ワイルドサイトか。今回のピンマイクを購入しました、新しく。そうですね、あんまり大きな声で喋ってるといろんな人に迷惑かけちゃうので、ちょっとピンマイクを使って声を、ボリュームを落として、ちょっと撮ろうかなと思います。ちょっと聞こえてるかっていうのが、さっきちょっとテストしてみたんですけども、ちょっと微妙かもどうかわかんないですけども、聞こえますかね。聞こえますか。聞こえますか。ブラジルの人。ここは川が近くにも、ちっちゃな小川が流れてるので、ちょっと後で川で遊びたいなと思います。いいね、子供たちが。ね、楽しそう。結構なんかジャボンって聞こえるからね、飛び込んだりしてるかもね。ということで、ちょっと私たちも川にちょっと足ぐらいはつけに行こうかなって思います。はい、水かけないでね。ナイスフリ。じゃあちょっと川に行っていこうと思います。行ってきまーす。はい、行ける？うん。結構バッタがいっぱいいる。あ、本当。おー、冷たい。冷たい？うん。Thank you.
じゃあ完成しました。しました、ね、ご飯の名前をお願いします。カマンベールチーズとベーコンの炊き込みご飯。はい、はい、乾杯するか。はい、冷え冷えのグラスねえ、これあのメロンソーダのグラスです。無印です。うん、あ、いい感じ。いい感じ。乾杯。はい、乾杯。美味しそうじゃん。うん。で、これを崩しながら、うん、ここも結構和える感じで。なるほどね。いや、崩しちゃうよ。うん、いいよ。うわ。うわ。美味しそう。あ、トロトロだ。おー、いい感じ。美味しそう。お待ちだよよ。うん。焦げてる、下の方。ああ、おこげね。おこげですね。それはおこげは出ちゃうよ。そうか。リゾット的な？うんうんうん。美味しそうだね。美味しそうだね。じゃあ、実食。実食。どんな味でしょう？どう？うん。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 うんうん、洋風だね。うん、美味しいじゃないですか。うん、まあ、チーズの味が強いね。うん、ブラックペッパー多めだと美味しいっていう風だけど、もっと足す。うんうん、いまいち。お米がちょっと硬いかな。硬い部分がちょいちょいあるかな。うん、焦げかなと思ったけど、まあでも美味しいわ。うん、美味しい。うん、すごく濃い味だね。うん、チーズのところは。うん、これマイク便利だね。便利だね。うん、今までカメラの方向かなきゃあかんかったけど、うん、自然と話せる。うん、しめっちゃ今まで声をすごい張ってたけど、うん、そうだね、普通のトーンで話せるから、うん、それがいい。あと登山したいね、やっぱり。そうだね。いや、本当は今日木曽駒ヶ岳のテント泊したくて、うんうん、あの去年ちょうど1年前ぐらいかな、8月の終わりにね、行ったよね、木曽駒ね。行ったね、木曽駒ヶ岳。そう、登山行ったんですけど、あの天気に恵まれず曇りだったね。曇りだね。最初はちょっと見えてた、富士山もうっすら見えたもんね。ああ、確かに見えた。そうけど下山じゃなくて、山頂はもうガスガスで、うん、もう何も周り何も見えなくて、うんうん、なので山頂の景色も見れてないっていうのと、うんうんうん、ね、高山植物の時期に行きたいなとは思ってたんですけど、また行けんの？行けないかな、うん、それだから一応今月末にね、うん、行けたら行って、うん、そのあれだね、頂上近くのキャンプ場で、うん、キャンプ泊してテント泊か、うん、テント泊して一泊したいね。うん、うん、
いいじゃん、出来上がり。おー、美味しそう。じゃあ乾杯。じゃがいもも結構多分柔らかい。うん、こじゃあ食べよう。暑かった。暑かった。ベロがいい、熱いリアクションも取れた。めっちゃ濃い、ちゃ濃い。星空撮れたらいいけどね。うん、そう、今日はあれだよ、ペルセウス座流星群だよ、うん、今日が一番いっぱい見える日なんだって。あ、そうなの。うん、らしいよ。じゃあもうこれは写真撮るしかないじゃん。うんね、うん、結構何日か前から見れる期間でもあって、うんうんうん、今日が一番見れるチャンスがある日だけど、うん、岐阜県はちょっと天気が若干曇るから、うんうん、チャンスがあるって感じだね。でもこの後ペルセウスルスルルザもういい、もうわからなくなった。ペルセウルス、え、ペルセウスザ、え、ペルセウスザ、ペルセウスザ、ルルが減らなかったっけ。ペル、あ、ルで入る、うん、ペルセウスザ流星群も撮れてるから、この後ね、うんうんうん、この後の映像で、うんうん、thank you.
はい、いきなりスコールが降ってきまして、慌てて撤収しました。コーヒーを作りましたが、ゆっくり飲んでる時間はありませんでした。あの料理も美味しかったし、もう朝のね写真もすごいいい感じのが撮れたので、うんうん、はい、良かったなと、トータルではすごい良かったなと思います、はい、また、はい、写真見てください、はい、はい、という感じで今回の動画は以上となります。はい、また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録 と、グッドボタンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあまた会う日まで、ありがとうございました。ありがとうございました。